モロビ全開で現在開催中のコレクションテーマ展ステッピングアウト日常の足跡についてご紹介します。では教育普及担当の学芸員さんよろしくお願いします。皆さんこんにちは、諸橋近代美術館の佐藤と言います。これから美術館に行こうかなと計画している方も多いかなと思いますので、ご家族で楽しめる美術館の楽しみ方少しお伝えしたいなと思っております。マスクにつけるヒゲシールでございます。4種類ご用意しております。一番人気がこの花柄のものなんですけど、こちらをですねシールになってますので外していただいて、どこら辺がいいですかね、ここら辺ですかね、まあ、マスクにつけていただくような感じのものになっています。ぜひですねマスクつけるのが当たり前になった今日、少しでもマスクつけるのが楽しめるようにですねこんなものもつけてみていただければなというふうに思います。ゴミですね、ゴミ箱ありますのでゴミ箱にして、続いてなんですけども、こちら高校生以下限定のものになります。ガチャガチャをご用意しております。私当然高校生以下ではないんですけども今日は特別にやらせていただきたいなと思います。こちら無料ですのでぜひ、高校生以下の皆さんはチャレンジしていただければと思うんですけど、ガチャガチャ開けていただくとこちら缶バッジが入っております。こちら缶バッジ合計で4種類ございます。こちらのですね缶バッジを、ダンディを探せと名付けておりまして、ある作品の一部がトリミングされたそんな缶バッジになっておりますので、一体どこの部分なのかということをですね、ご家族でですね作品鑑賞しながら探していっていただきたいんですね。見事ですね答えを見つけることができますと、こちらオリジナルのしおりもプレゼントとなっておりますので、ぜひチャレンジしてみてください。あ、すいません、もう一個お伝えしたいことがございました。ちらちらカメラに映ってたかもしれない、こちら何だということなんですけども、作品の、再現になっております。本物の扉を使っております。固定されているので動かないんですけども、こちらでですね作品の中に自分が入り込むようなそんなですね記念写真を撮っていただければなと思います。ではすいません、お待たせいたしました、展示室の中に移っていきます。モロビ全開、展示室の中でですね最初に出会うのが PJ クルックというですねイギリス人の現代作家の作品になっております。この女性の作家、なかなか日本では名前を知ることはないかと思うんですけども、一部のですね、音楽好きにはですねもしかしたらピンとくるかもしれません。というのがイギリスの伝説的な、プログレッシブロックバンドキングクリムゾン、そのですねキングクリムゾンの CD ジャケットを長年担当しているのが、この絵を描いているですね PJ クルックという女性の作家さんなんですね。彼女の作品にですね、このようにたくさんの人が描かれておりますので、その中のある人物がですね、缶バッジの中に、トリミングされております。たくさんの作品の中からですね、探していただければと思います。では、続いてですね、実はですね、こちらの作品でもですね、ある企画をやっております。君の推理をシェアしようということで、ここにですね、人影が見えますよね。この人影が一体どんな人物であるのかということですね、絵のさまざまな要素をですね、検討しながらですね推理していただきたいんですね。まさに判定になったつもりで、この影の人物がどんな人物であるのか、はたまた人物ですらないのか、そういったことをですね推理していただきたいなと思います。ちなみにこの作品、ちょうどですね作品の目の前に立っていただくと、自分とですねこの影がですねまるで、同じ人物であるかのように、そんな仕掛けもですねされている作品ですので、絵とかのホームページからですねこちらの推理の内容をですね見てですねチャレンジしていただければなと思います。モロビ全開、こちら実はイギリスの実際の英字新聞になっております。新聞を使ったいつでも参加できる常設のワークショップ開催しております。こちらですね紙帽子を作るというワークショップなんですけど、なんでこんなことやってるのというとですね、すぐ隣見ていただけると分かるんですけども、こちらの2点の作品ですね、実は新聞紙を使った紙帽子がですね描かれているんですね。あ、寒帯という作品なんですけども、寒帯のように紙帽子がたくさんですね湖に浮かんでいて、そんな作品になっております。
こちらにもですね、まさに波打つようにですね、凹凸のある、そんな作品なんですけども、この作品タイトルですね、紙帽子というんですよ。なんで紙帽子なんてタイトルがついているのかというとですね、一番端っこにですね、紙帽子をかぶった人物が描かれているんですね。では戻りまして、先ほどの紙帽子なんですけど、こちらですね、結構簡単に作ることができます。ちなみに私大変不器用なんですけど、それでも簡単に作ることができますので、今早速作ってみたいと思います。新聞での遊びっていうと日本だけのような気がしてましたけど、海外でも結構新聞で何かおもちゃを作ったりっていうことあるんですね。そうですね、新聞紙を丸めてチャンバラをしてみたり、こういった紙帽子作ってみたりということがあるかと思うんですけど、それはどうやら世界共通のようで、イギリスにおいてもですね、こういった新聞紙を使ってさまざまに遊ぶということがあったようです。またですね、新聞紙というとですね、この紙質の素材などからさまざまな包装紙の代わりに使うということもですね、どうやら、世界共通のようで、日本でも結構新聞紙に、陶器を包んだりとかしますけど、イギリスでもですね、皆さんも知っているフィッシュ&チップスなどもですね、昔は新聞紙に包んでですね、販売されていたみたいです。今はちょっと衛生の問題と、あと単純に新聞紙という文化がですね、徐々に少なくなってきましたので、そういったものが減っているのかなと思うんですけども、どうですかね、似合いますか？はい、ちょっとお子様向けのサイズ感にはなるかなと思うんですけど、十分にですね、大人の方でもかぶれます。展示室内でですね、かぶっていても落としさえしなければですね、声掛けしたり注意したりってことはありませんので、ぜひですね、作品への没入感というところもですね、楽しんでいただければなというふうに思います。今日ご紹介したのはですね、ここまでとなります。他にもですね、さまざまな音声ガイドの配信やですね、企画など定期的に行っておりますので、ぜひですね、美術館での楽しみというのもですね、この夏休み検討していただければなというふうに思います。感染症対策を徹底して開館しておりますので、どうぞご安心してですね、ご来館いただければと思います。本日はお付き合いいただきありがとうございました。